こんばんは、ゆかりです。1月の終わりが近づいてきた日曜日、鉄道模型の亀屋さんの影響でアウトがリニューアルされる情報を入手しましたので、変わってしまう前に走らせようと思い、久しぶりに日本橋まで来ました。堺筋線を利用して南下してきましたが、なんと今では貴重な存在となった阪急5300系が地下鉄を走っていました。反対側には1300系のトップナンバー、この車両もかなり増えましたね。5300系や3300系もあと何年残るでしょうか。見かけたら記録しておく方がいいでしょうね。駅から亀屋の方に向かって歩くと、いつものドラクエのローソンが最新作のドラゴンクエストモンスターズさんに変わっていました。天然たい焼き屋さんが見えたら亀屋はすぐそこです。いつもの見慣れたレイアウトに来ました。このレイアウトがどのようにリニューアルされるのか楽しみですね。駅のホームと対比線のレイアウトが変わるようです。高架線も手が入るのだとか。亀屋ブログの今後の続報が楽しみですね。パッと見は変わっていませんが、細かいところが1年くらい来ていない間に変わっているように感じますね。これは焼着風の車庫。いつもながら綺麗な作りです。こんなところに113系3800番台が。それでは編成を組んで走らせていきます。久しぶりの走行で楽しみです。
久しぶりの走行でも無事に走ってよかったです。小さい本若でも走らせることができるのでよく走らせていますが、大きい方を思いっきり走らせれる亀屋は魅力的ですね。一時の時間でしたが非常に楽しめました。車の修理も落ち着いてきたので月1ペースくらいで復活してもいいかもしれませんね。次は亀屋のリニューアル後になるでしょうか。次のレイアウトが楽しみです。亀屋を後にして大阪メトロ難波駅に。3月ダイヤ改正で千里中央行きが消滅してしまうのでちょっとだけ取りに来ました。メトロ車2車種と北急車2車種を狙います。その後は北大阪急行の千里中央駅で 807F ポールスター号をお見送りして昔食べた熊五郎ラーメンをいただいて帰りました。この駅の吹き抜けは開業当時の面影を感じることができます。いつまでも残ってほしいと思う風景の一つです。本日の動画はここまでです。ゆかり鉄道では鉄道模型の紹介、メンテナンスをメインに動画を制作しています。高評価、コメント、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また、ゆかり鉄道のサブチャンネルのゆかり自動車部では、車載動画、車を使った旅行をメインとした動画を制作しています。チャンネルは動画概要欄のリンクよりご覧いただけます。本日も、ゆかり鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。